非常に。これは非常に高価なものですので、気をつけて運んでください。非常に。これは非常に高価なものですので、気をつけて運んでください。非常に。これは非常に高価なものですので、気をつけて運んでください。大変に。朝夕は電車が大変混むので疲れる。 大変に、朝夕は電車が大変混む,むので疲れる。ほとんど、準備はほとんどできた。ほとんど、準備はほとんどできた。ほとんど、準備はほとんどできた。大体、 今日の試験は大体できた。だいたい。今日の試験はだいたいできた。だいたい。今日の試験はだいたいできた。かなり。頭痛の薬を飲んだら、30分ぐらいでかなり良くなった。かなり。頭痛の薬を飲んだら、30分ぐらいでかなり良くなった。 かなり、頭痛の薬を飲んだら30分ぐらいでかなり良くなった。ずいぶん、しばらく会わない間に陳さんはずいぶん日本語が上手になっていた。ずいぶん、しばらく会わない間に陳さんはずいぶん日本語が上手になっていた。ずいぶん、 しばらく会わない間に、陳さんは随分日本語が上手になっていた。結構、日曜日なので混んでいるかと思ったら結構空いていた。結構、日曜日なので混んでいるかと思ったら結構空いていた。結構、日曜日なので混んでいるかと思ったら 結構ついていた。だいぶ病気はだいぶ良くなった。だいぶ病気はだいぶ良くなった。だいぶ病気はだいぶ良くなった。もっとりんごよりいちごの方が好きだ。でもメロンはもっと好きだ。もっと リンゴよりいちごの方が好きだ。でもメロンはもっと好きだ。もっとリンゴよりいちごの方が好きだ。でもメロンはもっと好きだ。すっかり桜の花はもうすっかり散ってしまった。すっかり桜の花はもうすっかり散ってしまった。すっかり

ぎりぎり走れば9時の電車にギリギリ間に合うだろう。ギリギリ走れば9時の電車にギリギリ間に合うだろう。ギリギリ走れば9時の電車にギリギリ間に合うだろう。ピッタリと7時ピッタリに目覚まし時計をセットした。ピッタリと。 7時ぴったりに目覚まし、時計をセットした。ぴったりと。7時ぴったりに目覚まし、時計をセットした。大抵日曜日は大抵うちにいます。大抵日曜日は大抵うちにいます。大抵日曜日は大抵うちにいます。 同時に。2人は同時にゴールした。同時に。2人は同時にゴールした。同時に。2人は同時にゴールした。前もって。もし欠席する場合は前もってご連絡します。前もって。もし欠席する場合は前もってご連絡します。 前もって。もし欠席する場合は前もってご連絡します。すぐに。チャイムを鳴らすとすぐにドアが開いた。すぐに。チャイムを鳴らすとすぐにドアが開いた。すぐに。チャイムを鳴らすとすぐにドアが開いた。もうすぐ。 日本へ来てもうすぐ3年になるもうすぐ日本へ来てもうすぐ3年になるもうすぐ日本へ来てもうすぐ3年になる突然子供が突然飛び出してきたので急ブレーキをかけた突然 子供が突然飛び出してきたので、急ブレーキをかけた。突然？子供が突然飛び出してきたので、急ブレーキをかけた。あっという間に。子供の成長は早い。あっという間にもう小学生だ。あっという間に。子供の成長は早い。あっという間にもう小学生だ。 あっという間に、子供の成長は早い。あっという間に、もう小学生だ。いつの間にか、いつの間にか、外は暗くなっていた。いつの間にか、いつの間にか、外は暗くなっていた。いつの間にか、いつの間にか、外は暗くなっていた。 しばらくただいま窓口が混んでいますのでもうしばらくお待ちくださいしばらくただいま窓口が混んでいますのでもうしばらくお待ちくださいしばらくただいま窓口が混んでいますのでもうしばらくお待ちくださいずっとバスよりも地下鉄で行く方がずっと早い ずっとバスよりも地下鉄で行く方がずっと早い。ずっとバスよりも地下鉄で行く方がずっと早い。相変わらず。あの女優は年を取った。今も相変わらず綺麗だ。相変わらず。あの女優は年を取った。今も相変わらず綺麗だ。 相変わらず、あの女優は年をとった今も相変わらず綺麗だ。次々に、新しいタイプのインスタント食品が次々に発売されている。次々に、新しいタイプのインスタント食品が次々に発売されている。次々に、 新しいタイプのインスタント食品が次々に発売されている。どんどん今日は体調も良く仕事がどんどん進んだ。どんどん今日は体調も良く仕事がどんどん進んだ。どんどん今日は体調も良く仕事がどんどん進んだ。ますます 朝から降っていた雨は、午後になるとますます強くなった。ますます。朝から降っていた雨は、午後になるとますます強くなった。ますます。朝から降っていた雨は、午後になるとますます強くなった。やっと30分も待って、やっとバスが来た。やっと 三十分も待って、やっとバスが来た。やっと、三十分も待って、やっとバスが来た。とうとう、長い間使っていた洗濯機が、とうとう壊れてしまった。とうとう、長い間使っていた洗濯機が、とうとう壊れてしまった。とうとう、 長い間使っていた洗濯機がとうとう壊れてしまった。ついに、若い頃の夢をついに実現することができた。ついに、若い頃の夢をついに実現することができた。ついに、若い頃の夢をついに実現することができた。もちろん、マンションを買った。 もちろん、ローンでだ。もちろん、マンションを買った。もちろん、ローンでだ。もちろん、マンションを買った。もちろん、ローンでだ。やはり、やはり A チームが勝った。予想通りだった。やはり、やはり A チームが勝った。予想通りだった。 やはり、やはり A チームが勝った。予想通りだった。きっ,き,っきっと、田中さんはいつも遅刻するから、今日もきっと遅れてくるだろう。きっと、田中さんはいつも遅刻するから、今日もきっと遅れてくるだろう。きっと、田中さんはいつも遅刻するから、今日もきっと と遅れてくるだろう。ぜひ、若い時にぜひ留学したいと思っている。ぜひ、若い時にぜひ留学したいと思っている。ぜひ、若い時にぜひ留学したいと思っている。なるべく、なるべく辞書を見ないでこの本を読んでみてください。 なるべく、なるべく辞書を見ないでこの本を読んでみてください。なななるるべべくくく辞書をを見ないいででこの本を読んでみてください案外、今日は曇っているが案外暖かい。案外、今日は曇っているが案外暖かい。案外、 今日は曇っているが案外暖かい。もしかすると。体調が悪いのでもしかすると明日休むかもしれません。もしかすると。体調が悪いのでもしかすると明日休むかもしれません。もしかすると。体調が悪いのでもしかすると明日休むかもしれません。

うっかりして砂糖と塩を間違えて入れてしまったうっかりうっかりして砂糖と塩を間違えて入れてしまったうっかりうっかりして砂糖と塩を間違えて入れてしまったつい禁煙しようと思うのだが食事の後などについ吸ってしまうつい 禁煙しようと思うのだが、食事の後などについ吸ってしまう。つい、禁煙しようと思うのだが、食事の後などについ吸ってしまう。思わず、夜道で急に肩を叩かれ、思わず、わーっと叫んでしまった。思わず、夜道で急に肩を叩かれ、思わず、 わーっと叫んでしまった。思わず、夜道で急に肩を叩かれ、思わず、わーっと叫んでしまった。ほっと、試験が終わってほっとした。ほっと、試験が終わってほっとした。ほっと、試験が終わってほっとした。したイライラ 急いでいるのにバスがなかなか来なくてイライラした。イライラ急いでいるのにバスがなかなか来なくてイライラした。イライラ急いでいるのにバスがなかなか来なくてイライラした。のんびり半年ほどとても忙しかった。温泉へでも行ってのんびりしたい。 のんびり、半年ほどとても忙しかった。温泉へでも行ってのんびりしたい。のんびり、半年ほどとても忙しかった。温泉へでも行ってのんびりしたい。実は昨日言ったことは実は嘘なんです。実は昨日言ったことは。 実は嘘なんです。実は、昨日言ったことは実は嘘なんです。